銀座の夜の字春は緑の夜の字から石がさびにおのぼくりピブミントにすずがうたなる藤さん、その丸引きとやらの身受けの話僕に任せてください。幼な友達のあんたがそうした深みに押し込んでいくのを僕は見ていることはできないんだ。福井さん、僕の覚悟は決まったよ。誰が何と言ってもあんたは僕のものだ。そしてはあんたをしっかと抱いて離さないんだ。いいえ、行きませんわ。そんなことをしていただいてはあなたのお母さんに死にません。それに私は癒しに人事なんて あなたの愛の手に座ることなのに許されましょう。私一人が我慢してとは涙が足に加えてすすり歩きの頭かんざく丸すぎです。お礼はとったり言えなくて。よたちの嫌にたらたら何をおっしゃるねえさんよ。なんであなたも一緒一歩に何をとだいそれたばかりながら私には店を約した方がいつや話があったとしそれはきっぱり断りました。きっぷりあかりなさらずに丸くさんは
ことの今では楽しい愛の巣を作っている。一家を背負って赤い楽しみの姿に女性となった地位にはまだ春は来らず小さい毎日生きる村のその影で見えぬ涙をコンパクト叩いて世の中で遠い光の年収とさまたそっとさ朝やつ寂しさを言うほどの女に誘惑のないはずはない。こういう丸七の若旦那のつい策略に乗せられて、机が銀座裏のおでん屋の一室で、お金を前に丸七の若旦那に届かれている。いやです。私には俊彦さんという方があります。お金は何です。自分で話してください。といった若旦那、少しどうしてはしませんか。ほら、聞こえた。まあ、死んだのおじさん。この森、いや、家にも、見たよ、夫婦の愛の巣とは、地獄でも、こと消えた、いるよ。帰らないよ。そうですか。そうだね。お君や、犬の鎖を外しておいで。うちの犬はちょっと気が荒いんでね。ほら、うしうし。犬に吠えられ若旦那、方法の手で逃げ出す。の手のあれて帰りしもどんどこに悲しく飽きてまた来れる救いの夢の憧れの
まろにえしるパリから今日知らせる嬉しいったように待ちに待ったるさやがれて今ぞあなたとわざ思い一つの気がしには明かりてもしっかり映るだむ雨の糸を待っていきました今日の日を風に吹かれてな愛よな愛よと鳴りく銀座のなにきとりこわれつばめこんのあじんがにきうがついてねおんがいとのよるがかくるねんがりしあのやなにかいきょうももだんなつきがでいる。